調理コンサルタントの森山チャンネルです。前回の第9回目ではですね、まあフィッシャーメンズグリルっていうところに私だけ残ってたんですが、結局デックスにあるサンセットビーチブルーイングカンパニーっていうところに行くことになってしまったまでのお話をしたと思います。で、第10回目は、まあ、行ってからどんなことがあったのかを中心にお話をしていきたいと思います。まあ、で、いざ、その、サンセットビーチブルーイングカンパニーに行きました。で、その時の、人たち、なんかもうあんまり細かく覚えてないんですけど、まあとりあえずそのフィッシャーメンズグリルっていうところに料理長で入った人が、まあそこのサンセットビーチブルーイングカンパニーの料理長で、で私はどういう立ち位置だったのかっていうと、やっぱりなんか2番手でみたいな立ち位置でしたというか、そんな記憶、もうすごいことがありすぎてですね、あんまり細かい記憶がないんですけど、まあとりあえず立ち位置は2番手で、その時基本的にそのまあ、サンセットビーチの、その、ブリンカンパニーもそうだし、その前のフィッシャーメンズもそうだったんですけど、結構バングラディッシュ人っていうのが多かったんですよね。だから、メインスタッフの半分ぐらいは、バングラディッシュ人みたいな。だから、その人たちがもう、我が物顔で、仕事をこなしてる空気感でした。で、まあ、そのサンセットビーチブリンカンパニーってブッフェレストランなんで、まあ基本的には大皿料理というか、まあそれを差し替え分も含めて今日が何人ぐらいの想定だからこんぐらい盛り付けるみたいな、なんかそんな感じでしたね。料理的には何でしょうね、作ってる側から言わせるとなんか昔苗場とか万座とかのお昼とか、まあそういう大量にお客様をこなさなきゃいけない時に作ってるような結構簡潔な料理をなんかこなしてたような記憶です。まあとりあえずまた新しい場所な、まあ正直言うと結構脳みそが疲れるというか、まあ要するにフィッシャーメンズグリルっていうところに、最初のオープンの時からいて、で急にサムチョイの人たちが来てメニューが1日でガラッと変わって、それを覚えるのもまた結構疲れるのに、で、またこれで、そのサンセットビーチブルーインカンパニーっていうとこ行って、またそこでやってること新たに覚えなきゃいけないっていう。もう本当にまた脳みそが疲れるんですよ、もう。本当に。脳みそ。まあそのメニューを覚えるだけじゃなくて、結局またそこでやってる発注から何からとか、あれですね、その、まずシフト作成から、あと予算計画。まあだから結局は、まあビジネスですよね。ビジネスを覚えるっていうか、なんかそういう飲食、要するにマネージメントを覚えるみたいな感じですよね。もう料理がどうこうっていうのはもうあんまりなくて、ほぼほぼだから、もうまずシフト作成と発注と、あとその月間予算とか年間予算の作成とか、まあそんなことばかりでしたね。で、あとはだからまた新しいことを覚えなきゃいけないから脳みそがいっぱい疲れるんですよね。で、そこにまたその、フィッシャーメンズ行った時の料理長っていうのがなんか、また2番手なんだから、みたいな、なんかわけわかんないこと言ってくるし、まあ、そんなのに振り回されて、何ヶ月かな、何ヶ月、まあわかんないけど、なんか、うん、そんな感じでした。で、正確には、何ヶ月後にそうなったのかあんまり記憶ないんですけど、やっぱり、サムチョイグループがサンセットビーチブルーイングカンパニーにも来るんですよ、また。もう、と思いながら。ねえ。だから、何ヶ月後だったのかわかんないけど、今度またそのアメリカ人の料理長がサンセットビーチブルーイングカンパニーに来て、で、その料理長、要するにまた同じように、その、人が考えたメニューになっちゃうんですよね、また。あんたよ、やっとまた何ヶ月か経って、またやっと発注から何から落ち着いて覚えたのに、なんでまた同じことを2回も経験しなきゃいけないんだっていう、なんかすごいことがまた、なんかそこでですよ、また今度。一気にまたメニューが変わるんですよ、また。おー、みたいな。で、その時にはその、
もともとスタート時の時のフィッシャーメンズだった料理長の人も、なんかそのメニューは対応するような感じだったけど、いつの間にかなんか、会社の上層部の人たちと、お店のところでなんかミーティングみたいのをしてる様子は見たんですけど、今度は結局なんかその人が辞めるっていう流れになってて、なんか言われたんですよね。まあ、ちょっと、森山、俺ここ辞めることになっちゃったから、まあ、あとは頑張ってね、みたいな、なんかそんな感じでしたね。で、その後、また、サムチョイグループの人が料理長として、サンセットビーチブルインカンパニーに入ると、もうなんでこんなこと2回も経験しなきゃいけないのか短期間にと思いながらも、まあ正直言って、次に何か繋がるお仕事でもない限り、そのまま、その場所で働くという選択をしました。まあその後の流れがどうなったのかは次回お話ししようと思います。